ございます。今日は、水方、熊楠についての、エピソードをお話しします。熊楠といって思い出すのは、大英博物館で、研究員をぶん殴った事件ですね。熊楠が英国で大英博物館の考古学の部長に出会いました。それから出入りするようになったんですけれども、当時ね、英国では、人種差別がひどくて、この博物館内でも、熊楠と何度もトラブルがあったそうです。英国人の、研究員ができないことをね、例えば研究所の、解明とか大発見とかを、東洋人である熊楠がやってのけたりして、彼らにとっては、本当に屈辱だったのでしょうね。そんなことが続いて、ついに熊楠も堪忍袋の緒が切れる時が来ました。もうこんなところにいられるかって感じでね、出ていこうとしたんです。なんとそれを止めに入ったのがエリザベス女王ですね。なぜかっていうと、それくらい熊楠は優秀だったんですね。学者なら誰もが憧れるネイチャーという、有名な学術雑誌がありますが、熊楠は帰国するまでの間に30編、論文を発表しています。その後も合わせるとね、トータルで51回、なんですけれども、すでにその道では世界レベルで認知されている熊楠水方だったんですね。そういうわけで、一連のトラブルを女王自ら調査した結果、熊楠は全く悪くないっていう結論が出たんです。なので、出ていくなんて言わないで思いとどまってほしいって頼んだんですね。で、その大英博物館で働くのが嫌だったらね、何だったらあなたのための博物館を与えましょう、そこまで言って研究を続けてもらいたかったんですね。でもそこまで言われても、もともと権力者の言うことを聞くような、熊楠ではないんですね。もうこれ以上も英国のために協力なんてしたくないって思ったんでしょう。もう何の迷いもなくさっさと、博物館を去って日本に帰っていきました。帰りました。そんなかっこいい熊楠はですね、生まれながらの学者さんだったと思います。幼少期から学問に目覚めて、動植物などね、すごい好奇心を持って、尋常ではないくらいの好奇心だったんですね。で、そんな才能を早くから認めて応援してくれたのが、金物商を営むお父さん、父親でした。熊楠は1867年、慶応3年の生まれです。76歳で亡くなったんですけれども、明治6年、満6歳で小学校に入学します。で、この頃から、蔵書家、本をいっぱい持っているお家に出かけては、書写したりね、本を読んでね、全部本読んで帰宅して、頭の中に入ったものを全部写すっていうね、記録して、で、またそれを繰り返し読むっていう、そんなことをしていたそうです。辞典からもなんとか全集っていうのからも、とにかく毎日毎日書写と読書と、で、野外での植物とか昆虫採集ですね、そんなことばかりしてたんですね。ですから学校の成績はあまり良くなかったようです。学校が嫌いで好きなことしかやらない子供、それは大人になっても相変わらずっていうか、信念を持って研究に没頭していたっていう感じだったんですね。で、変人、奇人、天才、秀才、全てが当てはまるような熊楠なんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチと比較されるんですね、よく。で、万能選手っていうか、何でもできるっていう点では共通しているんですけれども、
まあ、天才っていうところも同じですね。でも、まあ、ダ・ヴィンチはクールなんですね。でまあ未来思考未来思考みたいな感じで、でもまあクマクスっていうのはその思想がまあ圧倒的に温かいんですね。まあ、人類のこととか文化のことまで深く深く考えている、そういった違いがあるっていう、まあ、ある学者さんは分析しています。まあ、話は飛ぶんですけれども、相変わらずその植物採集などの研究に、まあ、没頭してる明け暮れる日々を送っていたクマクス、今のね東大の前身である大学予備門に入ってもそのライフスタイルは変わりませんでした。はい、なのでね、まあ、少しでも変わればよかったんですけどね、結局学校の授業には打ち込めずに進級試験に落ちたんですね。それであっさり、まあ、ふるさとに帰ってアメリカ留学を目指すんですけれども、まあ、父親には反対されるんですね。でも諦めずに、もう信念ですからね、この方は信念の人ですから、まあ、数ヶ月に及ぶ説得の末、父親の方が根負けして、まあ、そこから14年間の、まあ、海外放浪の旅が始まるわけですね。まあ、放浪っていうかね、研究の旅です。で結局専門は何だったんだろうっていうぐらい学問をさまざまな、ね、学問を追求したんですけれども、自然保護までやっています。政府がね、日本政府が樹齢1000年の木をねお金に換えるために伐採しているのを見て、年金学者の立場、金ですね、細菌、そのカビとかそういう金の、立場からね猛反対して国の方針を変えさせたっていうこともあったんですね。もうその何千年何百年何千年っていう木はもう本当に未発見の細菌がねいっぱいついてるっていう可能性があるんですね。それを失うからやめてくれっていう感じなんですよね。まあそのクマグスのそういった、行動のおかげで熊野古道が守られたと言ってもいいですね。あの有名な熊野古道です。自然が守られました。それからね、人脈もすごくて、ロンドン時代には中国革命の父孫文と出会って意気投合しています。あと民族学の権威柳田邦夫っていう方いますけど、文通を続けて何百通っていう書簡が残されていますね。何十だったかな、ちょっと忘れました。かなりです。あまりに、クマグスがやってきたことが多すぎて、簡単には語れないことに今頃気づきました。なのであと2つ話して終わりにします。まだ言っていなかったこと、クマグスは18カ国語に精通していました。なのですべて論文も英語を中心とした外国語だったんですね。それから、雑草という草はないっていう言葉を残しました。昭和天皇、天皇もクマグスと同じ、年金っていう金の学者でした。で天皇がねたまには学問の話がしたいなっていうことで、側近がじゃあ東大の学者呼びましょうかって尋ねたんですね。そしたら、皆方クマグスと、この年金の話がしたいなって言ったそうです。その時なんと熊楠は和歌山県知事にゲロを吐いた罪で牢獄にいたんですね。どういうことでしょうね。皆方はこの牢獄で、でですよ、新しい年金を2個発見してまたその姉ちゃんに発表してるんですね。でね、じゃあもう牢獄から出てもいいよって言われた時に、いやいやもう少しいさせてほしいって言ったんですね。またまだまだ年金の研究途中だったんでしょうね。本当にそれぐらい愛すべき学者バカ一筋の人物でもあるわけです。クマクスは欧米の最新の学問を持ち帰ることに興味がなかったんです。
最新科学っていう鎧を着てもう強そうに見せることにも興味なかったんです。日本の軍国主義にも全く価値を見出しませんでした。そして日本人は日本人独自の思想を世界に発信できるはずだと考えていたんです。なので、クマクスが研究した、まあ、探求した学問というのはもう民族学、人間学、宗教学、歴史学、考古学、博物学、生物学、植物学、微生物学、地学、鉱物学、天文学、まあ、まだまだありますけれども、もうこうやって多岐にわたってもう必然的にこう学問をしていったってことなんですね。自然を愛し日本を愛し人を愛した熊楠の死後ですね、昭和天皇が歌に読み込んだんです。雨にけぶる上島を見て、紀伊の国が紀伊の国海市ですね、水方熊楠を思う上島っていうのは、熊楠のふるさと和歌山にある島です。この島の自然を守ろうとしたんですね。雨にけぶる上島を見て紀伊の国海市、水方熊楠を思う、紀伊の国が生んだっていう意味ですね。歴代天皇125代の歌の中でフルネームが入った歌はこれしかないです。はい、というわけで今日はこの辺にしておきます。最後までお聞きくださりありがとうございました。